はい、じゃあそしたらですね、今度はですね、1、2番線ホームをレポートしながら8500と伝統したら8500系の伝統線と HIC 撮影していきたいと思います。あ、いいですねこれ。いやー、8500と HIC のコラボ独特感ありますね。さすが元大都会東京で走っていた私鉄電車ってことが分かりますね。 HIS-E はこんな感じですよ。今度反対から見るとこんな感じなんですよね。いやー、まさにね、これ長野信濃の国のパノラマカーでかっこいいですよこれ。これさすがにこれ大人から子供まで人気で相当かっこいいですよ。やっぱり長野電鉄でおすすめしたい電車といえばやっぱりこの HISE なんですよね。側面車体がこんな風になってるんですね。でこちら反対側に止まってんのは元電都線8500系の電車です。いやー、2面3線って大都会ですね。本当にすごいなここ。いや、まずいや、いやー、都会感だし、これが東京だったらこれよりもっとでっかいんですよね。これよりもっと駅構内広いんですよね。東急渋谷の地上高架駅ホームもこれよりもっと倍以上あるんですよ。あー、なんか奈落のホームになってますね。あー、こっから先はもう地下線路になってるんですね。ちょっと明るくできるか。いやー、長野電鉄ってすごいですよね。こっから先はあれ確か善光寺下までが地下区間なんですよね。まさにこれじゃもう長電メトロとか長電地下鉄って言いたくなりますよね。あー、すごいですねこのトンネル。いやー、なんかこのトンネルの線路、地下線路なんですけど、これなんか増田さんの地下鉄交渉に増田とか沈黙のクォーターになんかありそうですよね。これすごいですよ。はい、でそして今度はこちらから、今度は、2、3番線の反対側、1、2番線ですね、1、2番線の反対側見るとこんな感じです。あー、すごいですね。独特です、この8500と東急8500と元 HIS-E6 万型ですかね。独特感ありますねこれ。いや、これビートレインやビートレインショーティーや模型で再現するともっとすごいかもしれないですよ。これはなかなかレアですよ。で HIS-E の 2、3番線側と電通線8500、いやー、これビートレで再現するといいですね。いやー、これたまらないですね。さすが大都会東京で走っていた元電車だけあって独特感ありますよね。こちらが元東急電都線8500ですけど、まあ電都線8500はまだ走ってますけどそろそろ2020系と置き換えになっちゃうんですよね。でこちらが HIS-E 反対側からなんですけど、1、2番線から見た HIS-E がこんな感じですね。いやー、本当にこれたまらないですよ。この赤と白のカラーリングが HIS-E ですから独特なんですよね。側面から見るとこんな感じなんですよね。さすが信濃の国のパノラマカーロマンスカーです。で展望席がこんな感じなんですよね。いやー、これ長野電鉄の特急乗車券がこれ100円均一だったらこれ飲み鉄乗り鉄とか撮り鉄でこれおすすめしたいですよ。本当に100だってこれ100だってこれ長野電鉄の特急なんですけど、これ100円で100円均一の特急っていうのはこれめったにないと思うんですよね。まあせっかくですねここまで来たんだからこれはじっくり撮影していきたいですね。この長野電鉄のロマンスカー HIS-E 湯煙、元成田エクスプレスと一緒に現役バリバリですよ。あー、長野電鉄の8500系の SIV 響きますね。さすが東急電鉄ですよ。
あ、こちらが1番線の線路終端ですね。この行き止まりの線路終端も確かに終着駅の証ですね。まあ、長野電鉄はここから始まるんですよね。で、HISE、 1、2番線から見た HISE がこんな感じですね。で、1、2番線ホームがこんな風になってるんですよね。いやー、すごいな。はい、それではですね、そろそろですね、須坂行きが発車時刻になりますので、長野電鉄湯煙と長野駅の現地レポートをこれで終わりにしたいと思います。皆さんご覧になった方はぜひ長野電鉄乗り来てみてはいかがでしょうか。それでは現地レポート終わりたいと思います。これからもですね、チャンネル登録と長野電鉄の駅ノートよろしくです。